やっほー、あやでーすと、まるっと、きりまるです。みなさんこんにちは、きりまるでございます。ということで、コラボでーす。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。コラボは、中町兄弟以来そう、やってなかった、ね、やろうやろうってずっと話してたんだけど、そうです、なかなか、できなくて、今になりました。はい、てか、早っ、動画もすごい。え、なんでなんで、はじめまーす。やっほーめっちゃ早い。ギャル。ギャル。はじめまーす。大丈夫これ。OK。ということで、今日私ずっとやっていなかったことがあって、きりまるちゃんと。うん。私たちってマジで、その洋服の系統も、メイクの系統も、全部違うじゃないですか。確かに。そう、顔の系統とかも。うん。だから、もう、全部真逆にしてみようっていう、動画になっております。神企画、めっちゃいい、めっちゃ面白そう、それそう、だから普段ね、ストリート系とかあんま着ないじゃないですか。一生着ないね。一生着ないでしょ、うん、そう、だからストリート系にしちゃって、で、あやはきりまるちゃんみたいにちょっとまるっとみたいな、ね、あ、え、ふわっとふわっとしちゃいふわっとしちゃいたいと思います。え、それ私がやっていいってことやな。え、そうそうそう、え、髪とかもやっていいってこと。やってやってやってほしい、やってほしい、やってほしい。え、やばい、楽しみ。え、ちょっとあやちゃんは単色女子なんか茶色、ベージュみたいな感じしてみようと思います。お願いします。ということで、早速ね、もうすっぴんになって始めたいと思います。はい、はい、メイクを落とし終わりました。なんか眉毛怖いよ、眉毛薄い。なんか下にすぎて、あやちゃん濃い、あやちゃん普通なんだけど、あやめっちゃ濃く見える。最悪なんですけど、なんかなんかめっちゃ濃い人。もともと脱色してから、脱色もしたし、もう眉毛サロンに行かなきゃって感じ。あ、でももともと薄いわ、普通に。あー、もともと濃い。濃い？ね、やだ、なんか、芋女みたい。濃い。ねえねえ、ねえねえ、悪意ある、その言い方、めちゃめちゃ。濃いみたいな。濃い。悪い言い方じゃん。じゃあ、早速ね、メイクしていきたいと思います。じゃあ、ポーチ交換しちゃいます、とりあえず。あ、確かに。うん。じゃあ、下地から準備しましょう。あーしの下地は、はい、これ。おお、え、持ってきたわ、それ。え、本当ですか？使わんけど。ラロッシュポゼ。ラロッシュポゼ。ラロッシュポゼ。それめっちゃいい。これめっちゃいいですよね。え、使っちゃっても大丈夫ですか？なんか。あ、全然何でも。ピピキ？え、全然。うん。全然舐めても大丈夫。舐め回していただいても全然大丈夫。じゃあ舐めようと。何？すげえ、なんかハイブラ女みたいな。ねえ、悪い言い方。さっきから。違う、なんか高級感が半端ない、ポーチの中が。うん、そう、うん、なんか綺麗。これですか、下地は。下地これ。とりあえずこれ。こういうのめっちゃ汚いよ、私、本当に。いいですよ。あやも舐めていいよ。舐め合おう。一個ずつ舐めていく。舐めてみます。え、なんかさ、手だけ黄色くない？手だけ黄色い。肌は白いのに手が黄色い。イエベ、手だけイエベ。ほら、だって顔愛の方が黒いのに、手だけ愛の方が、ほら、黄色。真逆真逆。え、強くない、なんか顔の、ほら。確かに。え、あーちゃん黒くない？ね、なんでこんな黒いんだろう。なんか黒。ねえ、やな、やめなよ。やめよ。あ、じゃあ普通に塗っていい？うん、塗ってください。じゃあ塗ってきます。はい。はい。これは何、下地ですか？あ、色つかない下地けど、これが結構カバー力もあるけんさ。へえ、待って、どんぐらい使ったらいいの？そんくらい。はい。いや、これもうファンデ、ファンデ。え、下地とファンデが一緒になってるみたいな。あ、そうです、そうです。やばい、あやちゃん激痩せしてて、前会った時より。嘘、痩せてますか？顔がねえ。顔がねえ。顔ねえ。びっくりした。人類で一番小さい顔が。私もイベントとかした時に、なんか大体の人が、なんかキリちゃん顔ちっちゃいみたいなのを本当にイベントで言ってくれてて、だからなんかちょっと調子乗って、私なんか顔小さいんだみたいな思ってて、けどなんかあやちゃんの隣並んだらさ、でかっ。でかくない。4キロ太ったんですか？言わないで。4キロ太っちゃったんですよ。ダイエット中なの。え、そうなんですか？4キロ太ったせいで、ちょっと来月スタイルブック撮影の。やばいじゃん、やばいじゃん、やばいじゃん。何してんの？何してんの？それやばいよ。来月だったらまあギリギリ。そう、追い込めば。え、でもクリスマス年末年始挟んだからさ、もう最悪と思って。え、どうするんですか？え、どうしよう。え、もうなんか究極ある？なんか究極痩せる方法みたいな。究極痩せる方法？食べない。じゃあ、そしたらあやはコンシーラーをやってもらいますと。コンシーラーはこのケミオくんのやつ。お、初めて使います。あやは、あやは、あやは、え、これだけ下地？
これコンシーラー手で取って適当に、うんうん、え、これ何？アンドビーのめちゃめちゃいいよそれ、ファンシーラーってやつめっちゃいい。そしたら、もう次は？次は、私はローズシャドウを結構ガッツリ。ああ、確かに入ってるイメージ。うん、入ってる、これ。あれは、迷いますから。あ、次に？はい。え、ちょっと待って、言っていい？うん。え、あやちゃん、そのさ、うん、太い眉毛に色塗るやんか。うん、私、これに今から色塗るってこと、これに。ちょっと待って、描かせて。え、描くんですか？いつも。描く。あ、じゃあ描いていいですよ。あ、描いていい？うん、うん。あ、本当に？うん。え、ローズシャドウ、ガッツリ？はい。え、なんかさ、一個私も相談、うん、はいはいはい、あのなんかコラボをさ、うんうん、今月ちょっとコラボ増やしてて、はいはいはい、思うんやけど、うん、なんかあとコメント欄ですごい言われるのが、うん、人のチャンネルになるとキリマルってブスいってめっちゃ言われる。最悪の言葉。めっちゃアンチやん。なんか人のチャンネルに出るとブスくないみたいな、めっちゃ言われて、うん、え、そんなことあります？でも本当にそう。え、そんなこと思ったことないけど。あ、本当に、うん、カメラ一緒じゃないですか？一緒ね。あ、バッテリー返さないと。そう、前のコラボでバッテリーを忘れてっちゃってずーっと持ってんの。しかもなんか気まずいから、なんか使ってもいいじゃないですか、割と同じバッテリーだから。おお、そう。なんか、いや、きり丸ちゃんだからと思って。いや、いいよ。一回も使ってない。使えよ。使っていいよ、それは全然。こんくらい？あ、うん、どう？どう？やはり、じゃあ普段ノーズシャドウとかする？うん、全くしない。なんかさ、なんかさ、なんかさ、キモいんだけど。なんかさ、眉毛濃くてノーズシャドウ濃くてさ。ね、眉毛とりあえずやらせて。眉毛、待って、眉毛ないの？ないの？じゃあ自分が使うもん。え、クリスマスは何するの、あれちゃん？さすがに彼氏。うん。あ、さすがに？さすがに。やばい、うん、え、聞きたいことがいっぱいある。なになに？え、なんか喧嘩とかする？あ、そうだよ、キリマちゃんにすごいそう恋愛のこととかもいろいろ教えてもらおうと思ったの。おー、そう、やっぱ長年付き合っていたかなみたいな。はいはい、なんか割と確かに恋愛はしてるね。めっちゃ恋愛してますよね。うんうん、うん、なんかそのイメージだから、うん、で、私はもう人生においてもう初ぐらいだから、確かに大恋愛っていうとか。そうだね。そうそうそう、だからすごいいろいろ聞きたいと思ってた。今日次何する？え、私ノースシャドウない？しない。し、うわー、メイクで一番大事にしてる。しないしない。あ、し、やば、ブス、大丈夫、ブスがさ、ブス。やめてよ、やめてよ、ブスがさ、ブス。いや、恥ずかしい。ね、ノーズのありすぎてキモい。撮りたい。ノーズシャドウ撮りたい。返して、ノーズシャドウ欲しい。ねえ、怖い。やっぱ怖い。めっちゃ濃い女と薄い女になってるわ、なんか顔が。ね、うん、ね、なんかキモいからもう早くしよう。しよう。完成かな。あとリップか。リップ。じゃあリップはせーので出そう。せーの。じゃーん。え、新しい。何これ？だからだから、え、これかな。私これね、え、これ、え、マイロインクってことだよ。これ誰の誰の？え、これマイクロインクで。何何何？ちょっと、もうさ、なくなるほど使ってくれてるのにさ、マイクロインク。違う違う、覚えて。マイロインク、マイロキンク。ダッサ名前。マイルキンク。ファーストフード店みたいな。どっかありそうね。大手の。マイクロ。マイロインク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 ってやつだよ。ありがとう。ね、せーの。はい。はい、交換です。マジで嬉しい。え、この色めっちゃ可愛い。しかも、唇がマジで割れない。嬉しい。うん、そう、マジで使ってる。超使う。え、なんかその、荒れないって言ってくれるのめちゃくちゃ嬉しい。え、マジで荒れない。本当に。しかも、ティントじゃないじゃないですか。うんうんうん。だから、うるうるするし。うんうんうん、うん。めっちゃ好き、私。超使う。本当に。なんか変な発色しない。そう。友達もプライベートで普通に買ってたから。嬉しい。そう。多分、ケチャップついちゃった人みたいな。なんで、いいの、いいの、これでいいの？これ嘘つけ、いいの、嘘だよ。え、なんかさ、待って、またさ、きり丸のさ入れ方してんだけど、ハイライト勝手に。ねえ、こんなとこに入れないもん。ねえ、きり丸ハイライトになってる。勝手に。なんかさ、なんか東南アジアみたいなさ、なんかどういうテカリ具合があったか、なんかブラジルみたいなメイクだったら、なんか舞台メイクみたいな。確かに結果でかいわ。入れすぎじゃない？暗闇でフラッシュ焚いてやったら、ここに
ここだけ多分しかここだけ映るとこんな発色すると思わなかった。じゃあもうメイクは完成ということで、はい、髪の毛やっていきます。はい、はい、髪の毛をやってもらいます。やったことないけど。どういう巻き方にしてるんですか？なんかふんわりした子たちがやってるさ、なんか波巻き、うん、波長、あーウェーブ、あ、そうそうウェーブ、あ、やったことない。そね、なんでどうやってんの。人の髪やったことない。え、てかウェーブめっちゃやりますよね。やるやる、むずくないですかあれ。むずいね、ウェーブむずい。そうだからむずくてやめた。確かに、あ、アイロンしたからちょっとやりづらいのかな。うん、じゃあこんな感じでウェーブをやってもらいます。はい、はい、それでは完成したので全身を、なんか雰囲気入ってる。あ、じゃあ迎えてくるから。ちょっと言って。あ、はい、ということで、何なの。はい、ということですね。こんな感じできました。まるっと可愛いまるっとということで、全身、せーの、じゃーん、可愛い。ちょっと待って、これやばい。まるっと、やっほー、あやでやばくない？やばい、こんな、なにこれ、何のためのこれ、わかんないんだけど。何よ、何よ、こうやって来たらさ、私たち系統違いすぎてね。メイクはちょっと似てるけど、やっぱ、うんうんうん、洋服の系統が違いすぎて。え、でもめちゃくちゃ可愛い。やっぱ私がこういうの好きなのもあってかさ、うん、なんかいいですか、全体的な色味がさ、うん、一緒に統一されてる、うんうん、めっちゃ可愛い。え、ちょっと映って映ってえ、どうですかこの彼氏みたいな。あ、行くぞ。これも、これを撮っても深くしてる、ビーニーみたいな。ねえ、誰誰っていうか、この名前でビーニーって違う、違う誰、あ、自分が誰ってこと。ビーニーって誰って言ってるのかと思った。ちょっと被ってる方がなんかいい、ね、こっちの方がなんか、うん、雰囲気が、うん、ね、なんでそんなやりたい、これだってさ、声をかけた時みんななんかえ、これだった、え、こういう格好だったら どういうどうすればいい、表情、表情、こんなんとか、あ、じゃあ真逆にしよう、ポージングも。いい、せーの。なんでこう、こういくの。ベロ出しがちじゃない。ベロ出せないわ。すぐ出せない。ひるまちゃんの、じゃインスタの真似。こんな感じじゃない。やるやる、やる、なんか、なんかドーナツとこう。みたいな、これがドーナツだとしたら。やりがち、やりがち。めっちゃ買いこぶるもん、うん、はい、こんな感じで交換してみました。はい、昼間ちゃんの方ではいつかコラボするのでぜひご覧ください。すいません、バイバーイ。はい、なんか感想言う、感想言って。え、うち心配しやけんさ、うん、全身のこういうのとかいらない、いらないとか思っちゃう、うん、え、いらない、いらない、大丈夫、本当に、うん、うん、いらない。え、だってさ、1時間半くらいかけてさ、うん、このさ、姿になってさ、うん、3分じゃあ、分かった、やっとくよ、いくよ。あ、いいじゃん、いいじゃん、じゃあ、なにこんな足。でも後ろ向いて、後ろ、後ろ向いたらマジで後ろ姿が、あや、ね、そんな手しないから、この手なんなの、こんな手しないから。じゃあこれ JP 騙せる、JP 騙せると思う、後ろ姿だったらこんな足しないけど。なんで今日ガニ股にしようとすんの。いや、こういうさ、怖い人とガニ股男じゃんそれ。はい、じゃあ、あやちゃんの登場です。こんな感じで、ふわふわのあやちゃんです。あー、かわいい。あやちゃんですか。まるっと、あー、キリマルで顔まるっとキリマルで、かわいい。やっぱ顔が小さすぎてさ、めちゃくちゃバランスいいわ、なんかこのお洋服の。かわいい、これや、絶対ファン増える。こういうの好きな女の子も絶対いるから、あやちゃんのチャンネルの方。めっちゃかわいい。あー、いいね、いいね。え、なんかすっごい韓国っぽいかも。なんかあやちゃんがこれ着ると、うん、韓国女子って感じ。うん、確かに韓国っぽくなる。めっちゃ可愛い。イエーイ、こんな感じでした。かわいい。赤い。これね、ひろまちゃん、あ、やりがち、やりがち。うん、これやだな、これ、ほら、確かに。ひろまちゃんが、ひろまちゃんが一番最初にミスったやつ、これ。はい、こんな感じで公開しました。どうでしたか。そうそうする、うん、そうそうする。違いすぎて。
はい、終わりバイバーイ。